そう、サンフレはね、選手じゃなくって普通にサポーターの番号が12だから、基本12って書いてあるけど、フランス語の1はアンだね。おー、アンあのフランス語のことでもパリ語って昨日言っちゃったからダメだ、そんなの使ったら怒られちゃう345、それ指原さんじゃん私が使ったらダメでしょそう、昨日パリ語って言っちゃったんだよね、確か昨日だっけな、覚えてない。12がいいな、345を足すと12だし、素晴らしすぎるよね。まあパリ語も合ってるよねフランス語、昨日か、昨日フランス語のことをパリ語って言っちゃいました、間違えた、日本語のこと広島弁って言ってた、ああ言ったかもしれない、ああ言った、あ言いましたはい、どんまーい。まあさ、間違えること人間やからあるよはい、東京語みたいなもん、ああね、確かに東京語、スライリーの、ああびっくりマーク、確かにスライリーの持ってるわ、広島にあるカープの、まあでも標準語っていうか東京語は、でも誰がさ東京を標準だと決めたんだろうね、そんなの本当にもう前もこれ話したけど、わかんないじゃん、広島が標準語かもしれないじゃん、じゃあロスケいるよ、ここに、よいしょ、ここにいます、サンフレッチェ好きな選手、ドーグラスですか、ハイネですか、レアンドですか、ドーグラスドーグラス選手キャッチャーミットまで届く自信はある、うん、今はないけど練習したい、断捨離されてないわ、敵対心、関西人は東京に、そうなの、あれ私って関西人、関東人と関西人って考えたら関西人か、でも敵対してないよ、わかんない、中四国人です私広島行きたい、今日もねなんか友達から LINE 来てね、広島の、そうなんかすごい最近なんか広島の友達から連絡来ることが多くて、そうなんか嬉しい、なんかね会いたいよって言ってくれて、私も本当に今広島の友達に会いたすぎて、でも広島に帰れないから今、そうでもすごいコラブのことも応援してくれとって、でもまあ就職とかしてるけど、なんかその就職の先輩がイコラブ、あなんかもともとハロプロさんが好きで、でイコラブのことを紹介したらすごいなんか可愛いって言ってくれて、ライブ行きたいって言ってるみたいな、だから今度一緒に行くから早く広島でライブしてって LINE 来たんですよ、だからやりたい、ホーム画面がミリニャの子じゃない、違うんだけど、そう友達に会いたい、やっぱ友達は大事、そうでもなんか広島に帰れる時間ってまあ長くて結構3日とかが多いんですよ、長くてもね、でそう考えたら3日間のうちだからなんか遊べる人数が限られるじゃないですか、でもやっぱ家族との時間とか親戚で集まる時間とか考えると本当になんかね、いろんな友達と遊ぶけん、なんだろう、なんか3回あったら、例えば昼と夜のご飯があるとして6回ご飯食べるって考えたらもうね
足りんのですよ。家族ととか、この日は家族の昼ご飯、この日は全員親戚が集まる夜ご飯って考えて、これは中学の友達、ここは高校の友達で、高校のもう一個の友達とか、スクールの友達、スクールのまだ違う友達とかさ、あるじゃん、いろいろあるじゃん。だからさ、時間が足りんのですよ。そうそうなんですよ。だからもういつもどうしよう、誰と遊ぼうってなるけど、最近この前帰った時誰々と遊んだから次誰々と遊ぼうとかさ、いろいろありますよ。だけど最近帰れてないから、人間関係も男性になんてことを言うんだなんていうことを言うんだ。小学校の時の友達は、あ、小学校と中学校は一緒かな、なんかそのまま上がりだから、上がりなんていうの、同じとこに行ってるから。あ、でもなんか小学校はすごい人数が少なくて、私はで、でも女の子がすごい少なかった、そうみんな仲良かったんですけど、でもまあなんか幼なじみが一人いて、もうなんか家族ぐるみで、一番ちっちゃい時からの幼なじみ、幼稚園からの幼なじみがいて、でもその子はね、まあもうすごい、なんだろう、飛行機のね、なんかアテンションプリーズとかになったりしてすごいんですよ。でも今ね、多分飛行機も動いてなかったりするからあれだけど、アテンションプリーズってなんだあ、そう、 CA さんみたいな、すごいよね、すごいよね。でも全然会えてなくて、でも毎年誕生日プレゼントお互い渡したりしてて、毎年もう5歳ぐらいの時からずっとかも、十何年か。そう、まあ家族ぐるみだからすごいよね。でも東京来るって言ってたから、それは小学校、幼稚園からの子かな。でもそんな幼なじみっていないよね。でもいるのかな、友達とかの話で。本当に今広島に帰りたい病を発症してるんですよ。本当に帰りたいって思っちゃうから、でも帰れないから今は。だし、なんか逆にこう今も帰れないプラス、でもなんだろう、これが例えば収まって、いつ収まるか分かんないけどね、で収まってさ、よし、やっと地元に帰れるってなったらさ、逆にさ、多分イコラブの活動が忙しくなるじゃん、今できてない分。だから帰れないじゃん。だからね、もうね、諦めたもうね、帰れないって思って頑張ろうって思って、なんか期待を持っちゃいけないなって思って生きてます今。そう、やけん電話とか LINE で我慢してる。東京より広島の方が友達多いです。全然、まあ東京に来てる友達もいるけど、むしろまあそういう友達とも今全然会えないじゃないですか。だから、まあ、東京でも、東京にも何人もいるけど、でもまあ会ったりするのは何人だろうね、何人だろう、東京で10人ぐらいかな、分かんないけど、でもそんぐらいかも。なんかわざわざご飯行ったり連絡取るっていう子はそんなにいないかな、10人ぐらいしかいないかな。会いたくなっちゃうでも我慢。世の中みんな同じ気持ちだから、我慢。もっと大変でもっとしんどい人だってたくさんいるから、こんなことでくじけてらんねんだ強く生きなきゃ。僕あの写真ね、ずっと最近ギャンガンモカに参りたいって言っとるけん、家族から動画がよく送られてきます。でもなんかね、モカ
が最近カットしたみたいで、毛を。私ね、ふさふさのモカが好きなんですよ。なんかトイプードルなんですけど、でもなんかカットしたらすごいね、なんかお猿さんみたいな顔して帰ってくるんでしょうね。なんか毎回もうずっと、でも何回かこう美容室変えたけど、モカのけど、なんか私的にはすごい毛が多い方が好きなの。でもね、まあ、やっぱ犬だから切らなきゃいけないじゃん。なきゃなんかまあ切るんですけど、なんていうの、猿じゃないんだよな、なんて言うんだろう、なんて言えば伝わるんだろうな。とりあえずまあカットされて帰ってきて、来た顔はあんまり好きじゃなくて、ふさふさのモカが好きなので、ちょっと今のモカは可愛くて大好きだけど、ふさふさがいい。それも家族知ってるから、アンがふさふさが好きって。今はアンが好きなモカじゃないけどねって言われる。でもモカなんか不思議で、ちょっとね、なんかちゃん、なんだろう、トイプードルなんですよ。お父さんもお母さんもトイプードルで、なんかトイプードルのブリーダーさんちみたいなとこ、ブリーダーさんのところで買ったので、モカを。そう、なんかもうそこはトイプードルしかいないところなんですね。でお母さんとお父さんも2人ともね、トイプードルなんですよ。なのにね、モカってね、耳がね立ったりするんですよ。結構なんか特に私たちが喋ったりしてると、すごい耳が立ったりして、なんか話を聞こうとしてくれてるのかなって思ってるんですけど、すごいね耳が立つの。そう、耳が結構ね垂れてる方がまあちょっと愛嬌があってワンちゃんっぽさがあるかもしれないんですけど、モカあんまりね耳すぐ立っちゃうの、ピュンってなるの。お手とお座りします、ゴローンと、お手とお座りとおかわりとか、おいでとか、おいでは当たり前か。親バカ違うよ、姉バカですよ。親バカは私のお父さんとお母さんが、マジで親バカです。モカに対して、マジでモカに対してやばいです。で私も姉バカって言ってます。妹だから、モカが妹なの私の。でもデレデレだから帰ってます、言うな。モアちゃん、モカかモーちゃんって呼んでる。モカって呼んで、モアちゃんって言ってみんなそうかも、モーちゃんって言ってきた、モカって言ってきた。モカ二足歩行できます。前足で立って逆立ちできるんです、上手。もうちゃんに会いたいな。そう、逆立ち上手。ポニーテール歌うだけ。ポニー。じゃあツイッターかインスタの写真見てください。逆立ちはできる、できない、壁ないとできない、すぐ倒れちゃう。ペットで飼ったのは、うん、金魚とか飼ってたけど。金魚とカブトムシとクワガタ。カブトムシ飼ってないかな、いや飼ったかな、クワガタとモカかな。明日はハッシュタグつけた質問を前もってツイートしとけば OK。 うん、ハッシュタグアンナのお部屋でいっぱいつぶやいてください。何でもいいです。金魚もペットですよ、生きてるもん、みんなペット。クワガタともか。クワガタ、クワガタ、クワガタ、クワガタかな、わかんない、クワガタ、広島はクワガタかも、ちょっとわかんないけど。アンナルーム、あさってかもしれん、
土曜日だった気がするから明後日だね。明日は5枚目と6枚目の振り返り配信ですね。今日別れた。ここも。前髪はいっぱい切ってるんだけど、こっちの髪はすぐに自分で切れないからさ、マジロングロンガーロンゲスト、やばくない？クワガタは、うん、どっかで捕まえたんかな庭じゃないな。1週間のスケジュール素晴らしいと思います。だってやった、褒めてくれたね。伸びたよね、本当に長いよね。カーテンの前、久々、え、ずっとカーテンの前だったんよ。ちょっと斜めにしてこうやってこうやって端っこにこうやっているだけ。でもやっぱね、机があるって落ち着くなって思った。ここいいなってやっぱ思った。なんかこう机があったらこうやってやっちゃうよ。あんなルームいっぱい。じゃあコンティヌちゃんの目標は100個あ、やっぱ嘘、120個つぶやいてください超ロングなんちゃんになりたい。 Now? 超ロングって。トモ、タコありがとう。筋トレやってる、最近ずっとやってる。メンバー同士とロシアン、ロシアンたこ焼き、そう、机あるといいよね。じゃあみやちゃんは121個明日ガーナルームでつぶやいてください。まさまるはときめきボイスマイナス120個。筋トレ頑張んなきゃ、えりくん諦めたん、サラダさん、やめよ。おい、サラダサラダ、スクワット偉いじゃん。私最近スクワットはやってないけど、違う筋トレしてる。ストレッチもしてる、最近してる。マジ硬いから、ちょっと次なんか会う人に会うまで柔らかくなっておこうって思って。さあ何日続くか分かんないけど。今バランスボール乗っとらん。からしもわさびも無理なんですよね、私。無理、嫌です。どっちも無理なんですよ。でもイコラもそんなお寿司にわさびつけてる人あんまいないかも。いるかな。好きなツインテールの食べ方120通りリップするね。じゃあ飛ばして読むねピュンってやるからメンバーに電話した。電話したっけ最近。 LINE は結構してるかも。わさび醤油無理無理。昨日ショコちゃんがんちゃん辛いの苦手って言ってた。うん、苦手かも。いつもメンバーにそれ辛いとか聞いてる。そしたら辛くないよって言われたら結構食べてたりします。なんかチキンとか結構辛いの多かったりするじゃん。だけ初見はやぶささん、ありがとうございます。騙されたことメンバーないよ。でもちゃんと本当のこと言ってくる。あ、でもキムチは辛くないキムチ、なんかこれこの前も言ったよね、たこ焼き配信の時にも言ったわ。でも辛くないキムチは大丈夫って言ったら、キムチで辛くないのなんてないでしょって言われて、違うんです、なんか甘いっていう甘辛みたいなやつは大丈夫なんですけど。でもなんかメンバーが私が大丈夫な辛さとか、なんかこれあんな多分食べれるよとか、多分食わず嫌いなものが多いから、そのみんなご飯食べてる時とかになんか聞いたら、
なんかね結構ねなんか味の好みを分かってくれてるのかなんか分かんないけど、えアンナこれ多分いけるから食べてみな、まるまる似てるよとか結構言われる。でなんか私はそれを食べるじゃん、それでマイカにつなぐ人なんですよ。結構マイカは私が食べれたら結構食べるんですよ。マイカはと か, なんか私があ辛くないいけるって言ったり、マイカ多分好きやから食べてみなって言ったら結構食べる。そうメンバーから私がマイカに結構やります。それはそう最後までマイカが口に入れないかもな。でも一番ね食の好みがね似てるのはマイカかな。性格はね私とマイカは結構真逆だけど、味の好みは一番イコラブで似てる気がする。蒙古タンメンもねほぼ食べたことないんですよね。なんかいおりの一口すっごい昔よ、あのねまだイコラブできて数ヶ月とかの時、デビューしてない時ぐらいにね多分食べたことあるんですよ、いおりの。でね辛いって言ってね麺一本でやめちゃった。私とマイクが共通して好きな食べ物はお肉かなお肉かな。まあねそうだね、10人によると服の好みはこの子と一緒とか、マイカと服の好みとか真逆やもん。だってマイカはスカートとか長いのが好きなんですよね。結構足首とかまであるスカートが好き。私さ逆にさ膝より上のスカートばっか履くからさ真逆なんですよ本当に。そういうとこは真逆だな。でもうん、マイカはそうねロングのワンピースとか好きね。あと何の好みだろう、メンバーと似てる好み、あでも好きなアイドルさん好みで言うとナータンと似てる気がする。さやかさんとかあとキュートさんも多分ナータン好きだったりするし、リサはでもあんま食に好みはないから、なんだろう、リサはなんかご飯よりお菓子とかなんかスイーツとかの方が好き。でもノンノもスイーツとかが好きだな、どっちかといったら。でもサナとかミリニャは結構海鮮の方が好きだったりするし。飲み物の好みですか？でもなんかそういうなんだろうこうなんかトレンドのご飯とか流行りの JK とかが食べるような流行りのご飯とかを食べたいってなったら結構ショウコとかリサ、ショコリサがそういうのは好きだからそこらへんかな。行くとしたらマイカとかそういうの全然多分興味ないからさトレンドには興味ない、美味しいものは好きだけどかな。コーラはサナとマイカが好きかな。オロナミン C は私とマイカとかそんな感じかな。ご飯行くとみんな頼むのバラバラ、うん、まあご飯屋さんによるけど、うん。そういおりが炭酸飲めないのギャップですよね、なんかなんかギャップな気がする。すごいごくごく飲んでそうじゃない、いおりって。マイカカツ丼あ好きだね、親子丼とかも好きよね。瞳の好み、なんだろう、お肉じゃない、お肉好きだよね瞳。焼肉とか
でも瞳から教えてもらって食べるものとか多かった気がするな。焼肉はねみんな好き全員好きだよ。でもお肉派魚派なんか海鮮派って分かれたら、まあでもお肉の方が多いけど、意外に海鮮もいたりするのかな。私は 10-0 でお肉派の人だけど。わかる、いおりコーラとか好きそう。全然好きじゃない。いおりとかココアとかかな。なんかメンバーの好きな飲み物絶対わかる自信あるもん、全員分。やっぱめっちゃさ、飲み物って 見ること多いじゃん。だけなんかコンビニとか行ったらなんか、あ、このメンバーにはこれを買っていくとかわかる。いつもので通じる気がするそれ、これがなかったらまあこれを買っとけばいいでしょうっていうのはあります。オレンジジュース好きな人、誰だろう。そんなみんな好きだと思うけど、そんなにあれかも。ショコの飲み物は、ショコはマジで飲み物めっちゃ持ってるんですよ。でなんかよく飲んでるのは、あのまあ皆さんご存知はスタバが多いじゃないですか。スタバ新作出たら絶対飲むんですよね、結構。だけどあのね、キアラもなんだけど、あの炭酸水、レモンの炭酸水とかを絶対によく飲んでる。ショーコはなんか、ショーコはいつもレッスンの時2本ぐらいは持ってる。それと何かを持ってる、水とかかな。みんなそれぞれ好きなのがあるか。私炭酸水飲めないんですよね、あんまり。ご飯ね、もう 3,40 分前に食べ終わっちゃったアンナオレンジジュースとグレープフルーツ、絶対オレンジジュース。でも瞳グレープフルーツジュース好きだわ急に。キアラも炭酸水好きだな。キアラ最近レッスンの時2リットルのお水持ってくるんだよな。マジでかい、笑っちゃうもん。飛行機の中のドリンクは当ててください皆さんで。朝食バイキングではオレンジジュースかリンゴジュース。なんか喉が痛かったらリンゴジュース、喉が痛くなかったらオレンジジュースかも。瞳ザクロスめっちゃ飲むイメージある。今は分かんないけど、だって私瞳からザクロスを教えてもらって、瞳がね1個ねザクロスをね、めっちゃ昔よ、これも2年ぐらい前の話だけど、なんかザクロスのボトルをくれて。そう、正解は飛行機はリンゴジュースでした。あれ、リンゴジュースありますよね。いつもリンゴジュース飲んでることが多い。なんかオレンジジュースよりリンゴジュースの方が喉は痛くないですよね。タピオカに合わせるならミルクティーかな。あのミニボトルのワインやば、私全然本当にお酒飲まないんですよね。本当に飲めない、飲みたいんだよ私も。そう、初見ゆずさんありがとうございます。いちごミルク飲まない、あんまり。あれは飲んだけど、あのいちごの果肉が入ってる、メンバーがよく最近乗せてる、マイカが好きって言ってたやつ。お酒一回も飲んだことなくは全然ないんですけど、なんか一回誕生日の日にメンバーが来てくれてて、サナとかもいて、サナが買ってくれて飲んで、
でもほろ酔いを3口ぐらいでやめて、そうで、そっからもう1回も飲んでないかも。あ、なんか普通にこう全員でご飯とかメンバーで行った時になんかちょっともらったりとか、なんかちょっとか一口とかはあるけど、あ、でもまあ、うん、でもそんぐらい、カシスオレンジとかそういうなんか本当になんか酔ってはない。